残り1周のブルーブランケン、さあ2番手は圭介逆転、阿部が福田裕二を捉えました。4番手は佐藤裕二、くるっと小回り、さあ3番手に上がって、さらには2番手を狙えるのか、最終コーナーに向かっています。2番手阿部剛、佐藤裕二が食い下がる展開、力尽きたか佐藤裕二、勝ったのは中山光、今先頭でゴール。高和町にのグランプリに向けまして、小林瑞希が2番手で上がる。若い友和現在3番手争い、先頭は高橋、2番手は小林瑞希、最後の最後若い友和が水のインコースを捉えました。最終コーナーは先頭で高橋がクリアしました。小林に待って若い3番手、勝ったのは高橋、中村が先頭です。優勝戦圏内をめぐる2番手争いは青木と芝山の勝負でありますが、青木が芝山に付ける隙を与えておりません。最終コーナーに向かっています。青木2番手、芝山3番手、最終周回第4コーナー、おっと芝山滑ってしまいました。先頭中村、今余裕を持ってチェッカーフラッグを受けました。さあゴール前までまだまだ目が離せません。2番手が岡谷、3番手が黒川京介、1番の岡谷がリードを作っています。黒川3番手、最終コーナーに向かっています。2番手は岡谷美幸、さあ黒川が懸命に食い下がっていますが、どうやら岡谷が2番手、勝ったのは輝きがきやき、2番手岡谷美幸。いよいよ優勝戦となります。今日は途中ほんの少しパラッとくる時間帯もありましたが、おおむね恵まれたコンディションで最終レースまで来ました。ハンデゼロ、久々優勝へ千載一遇のチャンスといえる岡谷美幸、 20m 阿部剛、青木春近、高橋芳弘、 30m は中山光、小林瑞希、金谷滝明、中村雅人、以上の8名による対戦です。ここは1番人気を背負いました。岡谷美幸1番人気、今年これが2度目の優勝戦進出となりました。10秒前、優勝戦の発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロの岡谷、いいスタートを切りました。そして 20m ラインでありますが、青木はスタートインした。内側から阿部剛、さらには高橋の順、中山光が青木を叩いて4番手スタートを決めています。さあ颯爽と阿部を捉えたのは高橋であります。3番手阿部、外から中山光、俊敏に立ち回りまして3番手の阿部に並びかけようとしています。競争は2周目に入りました。さあ岡谷が逃げる、2番手には高橋、3番手には中山、内をついて小林瑞希、現在4番手、さらにはさばいてくる中村雅人が加賀谷の前に上がりました。この3、4コーナーでは加賀谷と中村が並ぶ格好だ。残りは4周回、先頭は岡谷美幸、まだまだ 20m のアドバンテージがあります。高橋が2番手の位置、さあ最終ハンデから5番の中山、左右長ついて小林瑞希、一気に突き抜ける3、4コーナーのカーブ、両選手大競りになっている。もう一度高橋、左右長ついて中村も迫る。残りは3周回であります。2番手の争いはここで中村がうまくさばいてまいりまして、各選手にマットをかける体勢になりましたが、先頭は岡谷美幸、まだ 20m のアドバンテージがあります。さあここからどこまで感覚が縮まるか、中村2番手の位置、残りは2周回、終盤戦であります。岡谷が逃げる、中村が2番手の位置、小林瑞希は3番手という体勢になりました。4番手は高橋、中段5番手が中山光であります。まだまだリードがある。1番の岡谷が逃走体勢を作り上げまして、残り1周のブルーフラッグを通過しました。さあ中村が接近、しかし先頭に待って、まだゴーっと、ここで1番の岡谷がやや滑ってしまいました。さあ中村が来ている。3番手は6番小林瑞希、最終コーナーを岡谷がクリア、外から中村迫っているが、1番の岡谷の逃げ切り、およそ2年ぶりの優勝、岡谷美幸逃げ切りました。チャンスをものにしました岡谷。最終周回2コーナーでほんの少し滑って感覚は縮まりましたが、中村雅人を最後まで抑え切りましての優勝ゴール、通算5度目の V、中村小林と続いていました。久美子さん、いかがでしたか。いやー、岡谷選手ちょっと
一瞬滑ったところでドキッとしましたけれども、やはり気持ちよく逃げていました。素晴らしい優勝です。はい、チーズ。もう一回行きます。ありがとうございます。あ、はい、チーズ。ありがとうございます。さあ、これから岡谷選手のウイニングランということになります。ちょうど今写真撮影が行われていますね。通算5回目、2022年8月28日以来、ほぼ2年ぶりという岡谷選手ですね、はい、この優勝は嬉しいですよ ね。以前の岡谷選手といえばもう少しロングヘアだったんですけど、はい、今ショートヘアになってるんですよね、はい、久美子さん、ずいぶん雰囲気変わりましたよね。でもクールビューティーは変わってないです、ね、すごく綺麗です。それではウィニングランの様子を皆さんご覧ください。これだいたい帽子が飛ぶっていう流れなんですけどいつもの流れですね。いつもの流れなんですけど、はい、すごい、すごいですね、予言者みたい。だいたいここまでウィニングラン見ていますと、だいたい流れが分かるんですけどね。そのくらい予想をお願いして。本当なんですよ、これが予想が当たらないんです。わざわざ帽子をまた取りにね、戻ってくださるというのは岡谷選手が初めてだったように感じますね。そうですか。この、ね、帽子もあのファンの方にプレゼントされるわけですもんね、はい、これからお客さんの前に行きますね、はい。結構難しいですよね、帽子を片手に持ちながら手を振るというのは。手も振ってね、ハンドルも持たなければいけないので危ないですから、気をつけてください、いや本当素晴らしい、中村選手もあと一歩だったんですけれどもね。久美子さん、今日はもうね、岡谷選手のこの力走にもう参りましたっていう感じでしょう ね。中村正人選手 SG でこのウイニングラン見せてもらえると思うので、はい、頑張ってほしいです。優勝しました岡谷選手には優勝を祝しました花束が贈られます。おめでとうございます。それではお話を伺っていきたいと思います。改めまして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、待ってたよという声も飛んでいますけれども、はい、今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、またあのこの川口の、レース場で優勝することができて本当に嬉しいです。通算5回目今年6月に復帰されて、すぐ優勝という形になりましたけれども、その点いかがでしょうか。いや、まさか優勝できると思ってなかったので、はい、本当に嬉しいです。川口も相性いいですよねそうですね、あの川口のショーンマフラーが好きなので、はい、よかったと思います。まず思想が 3.38 でしたけれども、手応えの方ありましたか。まあ 3.38 ぐらい出したいなとは思ってたので、まあ 3.8 出て、まあ、冷静に走ればと思ってました、はい、ドンピシャでしたね、はい、レースを振り返っていきたいと思います。スタートご自身の中でいかがでしたか。スタートはもう思い切り切りました。あのスタート切ってそのまま逃げ切りのレースとなったんですけれども、はい、道中はどのような心情で走ってらっしゃったんでしょうか。道中はちょっとビジョンを見ながら、後ろがどのぐらいの間隔で来てるかなとかちょっと見ながら走ってました。じゃあちょっと後ろも気になりながらっていう形だったんですかね。そうですね、はい、少
少しこう滑る瞬間とかもあったのかなと思ったんですが、まあ、道中は問題なく走ることできましたか？はい、ちょっとコースが小さくなって外しちゃった時はあったんですけど、まあ、タイヤ自体は良かったので滑ったりは大丈夫でした。はい、そのままゴールとなりましたけれども、ゴールした瞬間のお気持ちをお聞かせください。そうですねちょっと感動しました。自分のことですけど、はい、ウィニングランも温かい声援ありましたね。はい、ちょっと帽子落としちゃったんですけど、はい、皆さん手振ってくださってすごく嬉しかったです。今のお気持ち誰に伝えましょうか？そうですね、日頃支えてくださってる周りの方々と、いつも応援してくださってるファンの方々に伝えたいと思います。改めて今節1節間振り返りまして、エンジン状態の方どうでしたか？エンジン状態はもうずっと悪くないなかったです。はい、次節にも弾みがつきそうですが、まあ、次節は8月28日からの伊勢崎でのレースとなっております。はい、最後にファンの皆様に意気込みも含めてメッセージをお願いいたします。はい、またハンデが下がって厳しくなってくると思うんですけど、皆さんの応援を糧にまた頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。岡谷美幸選手です。おめでとうございます。家具町と公式 YouTube です。以上、おめでとうございます。ありがとうございます。復帰して、はい、まあ、2ヶ月というところで、はい、まあ、優勝しました。はい、まあ、川口で相性もいいと思うんです。はい、いかがでしょうか？そうですね、まさか優勝できるとは思ってなかったんですけど、また川口のレース場で優勝できて嬉しいです。まず、まあ、その準決勝、はい、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、はい、まあ、試走が終わった後の急な雨、はい、っていうところで気持ちとしてはいかがだったんでしょうか？もう雨降られた時点で持ってないなと思って思ったんですけど、まあ、一生懸命開けて走るだけ走ってみようと思って、うん、全力で行きました。もう乗れた要因は何か気合というか？もう気合ですね、多分あとタイヤですね。まあ、そして予選に行きました。はい、もう今日の乗り心地はいかがだったか？まあ、逃げの展開でしたけど、もう思想から悪くなかったので落ち着いて失敗しないようにだけ走りました。今日の自分の走りには、はい、得点でつけるとしたらどれぐらいつけれますか？100点で、はい、まあ、そして、まあ、お休みが、はい、1年半ぐらいあって、まあ、復帰して、はい、やっぱり慣れるまでって時間かかるのかなと、はい、はい、思うんですけど、今現状どうでしょうか？はい、そうですね、やっぱり乗り手にはちょっと違和感があるんですけど、まあ、エンジンとタイヤとあとハンデに助けられて、今日も優勝できた感じです。で、まあ、これから、まあ、表彰式でも、まあ、ちょっとハンデが下がるという話されてましたけれども、はい、まあ、これからまあどういう走りを見せてお客様に見せたいですか？そうですね、またいつか活躍できるような走りができるようにまた頑張っていきたいと思ってます。最後に、はい、メッセージをいただいてもよろしいでしょうか？はい、いつも応援ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。じゃあ、ジャリ様からおめでとうのコメントをもらっていいですか？はい、まあ、今回、子供を産んで復帰して、でこういうふうに戻ってきてすぐ結果残して優勝して勇気をもらいました。私も嬉しいです。おめでとうございます。どんどん OK。 1着1番2着8番3着6番以上でございました。